分前ですが、こんな感じです。こういうタイプってオランダに珍しくないですか？そうですね、なんか偶然なんか一覧タイプになっちゃったラーメン屋さんなんで始めたのっていろんなことがあるよね。1個の理由じゃないんですよね、やっぱ複数の理由があって、でその一つの理由の中に、まあ、自分の子供たちがやっぱ親の働いてる姿見てないっていうのがあって、何でもいいんですよ、職業なんかも。でちなみにうちの親はガソリンスタンド屋さんだったんですけど、で僕は中学生の時から手伝ってたりしてて、でも今もう子供が今まあ高校卒業して大学入ったり大学行ってる状況になってきた時に、でやっぱり子供としてて、あの子供くらいしか生活をしてないんで、なんでそのまあ今まあ子供がもう物心ついて、まあ、大人になってきたところで、やっぱりちょっと仕事してる上に姿を見せないと、最終的にお父さんって何だったんだろうみたいな話で終わっちゃうと思うんですよね。多分ネットでググれば何かもライブだったり宇宙飛行士だったりいろんなこと出てくると思うんですけど、でそういうのもあって何かしなきゃいけないなって思い始めたのが今からまあ8年くらい前ですので、そろそろ何かしないとみたいな感じで、でヨーロッパに行きたいと思っていて、そしたらまあ日蘭条約の話が2015年かな出てきて、なんだこれやって話になって、でロッテルダムの渡辺君に SG を取ってすいませんみたいな、あのライフハッカーの記事を書いた人なんですけど、すいません会ってくれませんかっていうのと、あとあのステファン・グルドルフさんっていうあの移民弁護士で、その実際にその裁判で日蘭条約がまだ OK って認められるようになった論文書いた人がいるんですよ、ステファンさんっていう、その人にもアポを取って、で当時ニューヨークに住んでたんですけど、その渡辺君とそのステファンさんに会いに行ったんですよね、ライブハッカーの記事読んでたら、はい、多分その人がいなかったら僕はここに来れてないんで、やっぱその人が書いたまだ1912年に結んだ日本日蘭通商友好条約はあの有効ですよみたいなことがなかったら、はい、ここに僕らいないんで、はい、だからオランダ人のシンドラーって僕呼んでるそうそう、そのオランダに日本からこう簡単に来れる脱出方法を見つけてくれてありがとうみたいな、まあ、旅行だったらね簡単に3ヶ月間入れるから、まあ、安い宿とか探せば、まあね、ある程度ちょっと日本で稼いでお金貯めてこっちにちょっと長くいてチルするみたいなのができると思う。でもビザが3ヶ月間でももっともうちょっと痛いなってなった時に、ワーキングホリデーっていうその、まあ、200人までだけなんですけど、でもどうせオランダなんか来る日本人200人もいないと思うんですよね。あ、そうですか。うん、まあ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 、まいやそう、僕はもう全然もうだって仕事ないし家どうやって探すのとかすごいハードル高いじゃん。僕ら個人事業主レベルでも大変なのにそのワーキングホリデーっていう、またね年齢も若いその財、まあ、財務的にというかね、お金を、まあ、僕らに比べたら持ってない世代じゃないですか。なんか若い子たちがオランダに来ることによって自分自身が結構活性化されてるなっていう気がしてて、あ、これ面白い現象だなっていう、なんか若い人たちが来たから自分もまあなんか頑張んなきゃいけないなって思ってるのか、なんかまあなんか若いのを見てるとすごいなって思う。やっぱりはなんかそのまあうちに来たそのネイトくんっていうね、ナイジェリア人身長190センチ、どこからどう見ても外人なんですよ。だから日本にいたらすごいこの人生きづらいんだろうなとか思いつつもうオランダだったらね誰も何にも言わないじゃないですか。だから、まあ、そういう子たちが結構話をして、もっとホストがあるんですよ、まあ、でホストの話を聞いたりとか、あと彼がまあ YouTube なんかで捕まり始めて登録者数1000万人って話とか聞いてると、まず自分もら YouTube やり始めて今なんか300人もそういかないんですよ。まあまあ、で気合い入れてやってないっていうのはありますよ。本来だったら Twitter でライブ配信しますよとかサムネイルとか作ってとかってあるんですけど、なんかあえてそこは今ちょっと忙しすぎてやってないというか、とりあえず YouTube どんなものあるかなみたいなので始めたんですけど、でもそれでも300ってめっちゃ大変なんですよ。なんかそのそれ8000ってすげえなと思って、でこの前なんか僕もなんかその求人募集のライブ配信いろんな人たちになんか手伝ってもらって YouTuber にやったら60人以上なんかライブ来たんですよ
でもすげえと思って、いつもだったら20人いったらすごいなと思ってたんですけど、60人すげえとかなって、そしたらなんかネイティブがこの前なんかアムスに到着した時にやったライブ配信400人来ましたよとか言って、マジで次元が違うじゃんみたいな。だから面白いのは、要は先生に来たわけですよ、すごい。おーすごい、もう年齢とかも関係ないじゃないですか、もうハッキーってこの ニュータイプの時代において。だからやっぱそういう高いスキルを持った人が来て、やばい、なんかすげえいろんな学べるじゃんみたいなイメージなんですよ。もちろん給料は僕払ってますけど、彼がまあ労働力が提供してくれてるんでっていうのが、あと5人も来るっていうのがめちゃめちゃ面白いなと思って、みんなからこういろんなあのね、その情報というかテクニックとか考え方みたいなのを覚えて学べるし、自分もそういう人たちから学んでレベルアップというか、スキルアップというか、上に上がりたいなみたいなのがあるんで、そういうのでなんかいろんなタレント性のある若い子たちが集まり始めてきて、で、僕 Z 世代がすげえ鍵握ってるっていうふうに勝手に思ってるんですよね。今の僕より上の年代、僕らの世代も含めて、多分もう死んでいい、死んでいいっていうか、もう老害なんで、社会にとってはゴミというかね、まあ、こういう人たちが今の問題を全てこう起こしてきてるんで、日本。だから、まあ、まあ期待してるっていうわけじゃないんですけど、なんかそういう、まあ、なんかこう自分たちが持ってるノウハウとかね、まあ本当言うとそのノウハウもね、このスピードっていうか毎日日々更新されていく世界においては全く価値がないものなのかもしれないんですけどね、もう本来やっぱりスピードですよね、最近。そうなんですよね。だから今その過去どんなことやったかとか何したかみたいな実績よりも、毎日こう変化できるかどうかっていうのが実は大事になるっていう時代なんですよ。採用の基準がそういう感じですか？そうでした。なんか自分で言ったと思うんですけど、はい、そうですかね。まあでもほら若いってそうじゃないですか、ね、うん、デフォルトで。なんか例えば大学とかそういうどこ出てるとか、はい、ああなるほど、そういうのはそういうことそういうのは見てないです、うん、もう学歴ってもうマジいらないと思ってもうむしろ僕は言った方がみんなね、反対してる人もいるかもしれないですけど、もう全然人と違う人生に行かないと多分生き残れないと思うんですよ。実は昔からそれ大事だったんですけど、今ことさらなおさら強調されてきてるっていう感じがしますよね。 でもよく言いますよね、日本でだって今まで義務教育だとかって同じような人間しか量産してきてなかったやつらが今さら多様性とか言ってバカじゃねえのみたいな。産業とか なおとか持ってた時で、それこそ一生働かなくても、そうですね、過ごせるじゃないですか。まあ、今もそうですけど、まあまあ、はい、それでも例えば今だったら、はい、お皿洗いもしてるとか、そうですね、お皿洗いしてて、うん、今なんかね、ワーホリが来たんで皿洗いから解放されてはいはい、はい、それで挑戦し続けるというか、そこがまず思うんですけど、今アップデートが大事な世界なんですよ。それって最前線でしないと分かんないんですよ、情報が。だから自らそのトップが、ね、最前線に出なきゃいけない時代になったんですよ。要は今までみたいに社長室に行ってふんぞり返ってなんかね、お前あれやれあれやれみたいな言ってるバカなやつ社長いますよね。これもう終わったんですよ、この時代。もう自分がもうトップのセールスマンになって、社長自らとか、あとまあエンジニアだったらプログラミング組んだりいろんな、まあ、要はアップデートするっていう、その空気を感じ取るというか、情報をガーって仕入れて、あこうしようああしようっていう風に変えていく能力が全ての時代になっちゃったんですよ。だから別にそのね、皿洗いしてるじゃないですか、そうするとすっごいいろんな気づきがあるわけですよ、はっきり言って。で多分その気づきの能力ない人は単に言われたまま皿洗いしてああっつって終わりだと思うんですけど、実はそこの皿洗いっていうね、しょうもない仕事に見えるかも聞こえるかもしれないですけど、そこにでも実はめちゃめちゃな情報が埋まっていて、いくらでも改善点があるっていう、ね、そこを発見できるかどうかって、でもし見つけたらその僕にオピニオンを言えるかどうかっていうのが今も大事だなと思ってて、だからほらなんかもう言えませんよ年上だからみたいなねやつがいたら、ちょっとこれはふざけんなっていうね、もう年とか関係ない時代だよっていう、要は気づくやつが大事っていうか、そういうところに気づけるかみたいな。だからこれからワーホリ6人ちょっと育てていくっていう、本当大佐塾みたいな、まあ、まあ、名前わかんない、ラーメンキングダムアカデミーでも何でもいいんですけど、まあ、それでそういうのを鍛えて、まあ、教
教えていければ面白いなと。